はい、こんばんは。久しぶりのクロスロゴスの実況です。今日はですね、育成の話です。前もですね、進化の書籍のドロップ率の話はですね、動画で出してもらったんですけれども、そうこうしているうちにですね、茨の魔女さんはですね、2段階目までレベルアップさせることができました。で、今もですね、だから素材の方を集めに行かなきゃいけないんだけどもね、要はこの、いいですね。進化の書籍、いがいるんだけども、これ、はい、水のエキスパートで結構落ちます。なので、ちょっと水のエキスパートを今日は紹介していこうと思います。イベントダンジョン、進化、水。で、またいいのがですね、木属性は水属性に強いんでね、そういった意味では、このまま茨の魔女さんで紹介することができます。では行きます。クロスロゴスはね、今一番でも僕の中で結構面白い、ゲームかもしれない。先行で行くんですけれども、ね、基本的にはですね、茨の魔女と、かまいたちのスキルを使っていく方向で行きます。いがつけたい、いがつけたい、いもつけたいが、うもつけたい。うがね、こいつがね、うさかめ特急軍が、スロット2個増やしてくれるんでね、チャンスが広がるんで、それはそれでいいんですよね。流星だろうね。流星、ゆる、雪。とりあえず、いいを取りに行きましょう。まずは封印していきたい。封印っていうかね、向こうのさざスキルの発動、難度を上げていきたい。うん。神ってどこ？炭？人の人体の部位に目がつくってことしか思いつかない。だってだ。マス3つだけど、これぐらい与えられますからね。で、難易度はやっぱね、ガンガン上げれていけるんでね、発動頻度を下げれるんで、相手の。これ結構大変です。まして相手今ね、メインのキャラクターがあれですからね、回復キャラだからね、回復キャラがいるから結構めんどくさい。こっちはね、引き分けでも負けですからね。さあ、もう一回いを取りに行きたいな。遺品だろうね。強い。強い。遺品。マスを増やしつつ、自分のスキルを発動させつつですね。また連発していきます。佐賀県にある日本三大なんとかです。なんとかの町だ。知らん。三大絶景の町だね。誰かわかる？俺知らない。これなんとかの松原。ユニ、ユニ、リニ、ユニ、ユニ、コニ、コニ。ニジ、ニリ、ニア、ニシ、ニリ。これくっつくとこだ。ニオ、ニジ、ニガ、ニシ。かんねえ。ニジの松原なんだ。すいません、失礼しました。佐賀の人たち、ごめんなさい。たまにこういうちょっと難しいことですね。やばいな、キリレベルが上がっていく。やばいな。やばいな。だいたいいつも勝つんですけど、負けたことなかったからね。今日やばいですよ。一旦ちょっと稼ぐのやめておきましょう。ひさささんは ちょっと、マスを稼ぐに集中しよう。
普通の殴りでも稼ごうまた稼げるからね。霧レベルが下がるまで。なあ、もうこう下側使ってくんな、これな。やり通す。惜しい。あ、そうだ、いいコンボ出ましたね。9000件。コンボでね、ダメージ当たるのもやっぱでかいよね。やっぱスキルでね、やっぱ向こうにデバフをかけていくって結構大事ですからね。キリレベル18でも何も見えないんじゃないか。ね、向こう回復キャラが2体いるからね、この辺をいじめていきたいのはいじめていきたいけど、いやもう何も見えないね。三重県にある伊勢だろうね、これはね。神宮があるからな。やったぜ、分かったぜ。難易度上げてきましたね。マスも増えたからね、攻撃が結構食らわせる。あ、勝ったな、これドン。ほい、あ、よかった、勝った。一時やばかったな。さあ、落ちてくれるかな。死でした。まあ、てな感じで、今日もですね、まあ、今日のお昼15時まではね、全の項目、全一色の、進化のところ開くんで、そちらの回っていこうと思います。はい。で、またその後は15時からはですね、また変わるんでね、そちらの方のまた、多分必殺技強化なのかな、そちらの方を集めていこうかなと思います。てな感じで、クロスロゴスの実況以上です。それでは本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしています。クロスロゴスの実況やってると意外と少ないよね。はい、なのでまあまあ、僕も再生回数そんな伸びないけども、これからもやっていこうと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。